し、この調子だ。ソウルソサエティからの援軍が来たことで、戦いの形勢はイチゴたちの側に傾いたかと思われた。だが、全てはアイゼンの罠だった。アイゼンはゲンセとウェコムンドとをつなぐガルガンタを封鎖して、ソウルソサエティからの援軍をウェコムンドに閉じ込めた上で、自らはゲンセへの侵攻を開始する。さらに一度は救出した織姫も再び囚われの身となってしまった。織姫を救うため、イチゴはウルキオーラが待ち受ける第五の塔へ急ぐ。行くぜ。
剣でな。ここはラスノーチェスの天蓋の上。デスレクシオンセグンダエターパ。見ろ、黒崎一護。これが真の絶望の姿だ。行くぞ。デスレクシオンセグンダエターパ。エスパーの中で俺だけがこの2段階目の解放を可能にした。この姿を目にしてまだ戦う意志がござらない。いいだろう。ならば貴様のその後は自分しても分からせる。残念だ。残念だ。お前の素柄の姿を教えて。いくらアランカルに似てみよう、その力は天地ほどに。力を得ようと、フォローを真似るのは妥当な道筋だ。それで俺たちとお前たちが並ぶことだと、英語をありにしよう。フォローが出るのは英語を増大してみる。だが、そのため黒崎一郎、月が見た。今ここで俺に打ってみせよ。力の差を教えて。力の差を打ってみせよ。これでもまだ俺を倒せる。戦力で恐怖を感じるほどの実力差の相手に勝てるつもりで戦いを挑む。理解の外だ。別に勝てるつもりで戦ってるわけじゃねえよ。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。ザレ事だ。ってとこだな。